皆さんこんめむ、めむじゃだよ、イエーイ。皆さんこんにちは、黒川あかねです。今回は私たち2人が明治さんと推しの子のバレンタインレシピコラボアレンジのメニューを実際に作っていきたいと思います。みんなで推しチョコ作っちゃいましょう。じゃあ早速まずはこちらから、めむちゃのバズる巨大アポロ。巨大アポロ、なんかすごそうだね。ではでは材料はこちら。明治ホワイトチョコレート 250g、 食用着色料黄色適量、明治ミルクチョコレート 150g、 湯煎用のお湯適量。そしてアポロの型を作るためにクッキングシート適量、竹串28本、テープ適量、アルミホイル適量。そしてトッピング用にアラザンを適量用意してください。竹串28本、どんなことに使うんだろう。それは見ててのお楽しみ。それじゃあ早速作っていきましょう。まずはクッキングシートを直径30センチの円形に切ります。中心の角が90度の扇形を切り落とします。底面の直径が14センチの円錐形になるように丸めたら、重なった部分をホッチキスで留めます。みんな口で説明すると難しそうだけど、今見てる映像を参考にしてね。そして竹串を2本重ねます。この串の先から11センチ程度のところをテープで留めます。これを合計14セット作ってください。早速竹串が出てきました。お菓子作りってこういう準備が大切なんだね。そうそう。そしてできた14セットがこちら。工作っぽくて楽しいかも。これで下準備は OK。 続いて明治ホワイトチョコレートと明治ミルクチョコレートをそれぞれ粗くみじん切りにしていきます。これはまだ一緒にしないでくださいね。それぞれバラバラのボウルに入れてください。それぞれ耐熱性のボウルに入れたら湯煎します。こちらは耐熱性のゴムヘラで混ぜていきます。もう一つのチョコレートも混ぜていきます。もうちょっと混ぜてみます。これぐらいかな、もうちょっとかな。混ぜ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 、はい。チョコレートが溶けたらそれぞれを湯煎から外してください。そしてホワイトチョコレートの方に食用着色料を加えて全体を黄色くしていきます。混ぜ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 。そうしたらクッキングシートの縁に竹串を等間隔に差し込んで、アルミホイルを敷き詰めたボウルにセットします。皆さんも準備できましたか？この中にさっきの黄色くなった明治ホワイトチョコレートを流し込みます。流し込んだらラップをして冷蔵庫で1時間半ほど冷やして固めます。この間にみんなは YouTube 推しの子チャンネルを見て過ごしてね。メムチョがいっぱい活動してるんだよね。そうなんだよ、いっぱいいろんな動画撮ってるんだ。うん、私も見てるよ。嬉しい。私もいつか呼んでほしいな。え、いいの？うん、ぜひ。あかねにじゃあ電話とかしちゃおっかな。待ってるね。うん、嬉しいな。アクトン。はい、あかねとおしゃべりしてたら1時間半ほど経ちました。こちらを取り出してもう一個の明治ミルクチョコレートを上から流し込みます。そしてラップをかけて。ラップということは、そう、冷蔵庫で1時間ほど冷やします。冷やしてる間に固まるまでお菓子つまみ食いしちゃおうかな。あー、もう完成するまでにお腹いっぱいになっちゃうよ。ねえ、あー、食べちゃった。おいしい。はい、お菓子をつまみ食いしてたらそろそろ1時間ほど経ったかな。チョコレートが固まったら今度はクッキングシートと竹串をゆっくりと外して、あ、竹串外すの気持ちいい、面白い。そして最後にお皿に盛り付けてアラザンを適量振りかけます。メムチョのバズる巨大アポロの完成です。わー、
チョのイメージカラーの黄色とメムチョの角を表現したんだね。うん、そう。だから本当に私を推してる人は角2つ作ってくださいね。皆さんもぜひ試してください。じゃあ続いてのメニューはこちらです。黒川茜のラベンダーフライパンショコラテリーヌです。なんか名前が優雅、茜っぽいね。材料はこちらです。明治ホワイトチョコレート 100g、 食用着色料紫適量、湯煎用のお湯適量、明治ブルガリアヨーグルト LB81 プレーン 200g、 溶き卵1個、蒸す用のお湯適量です。まずは下準備としてポリ袋を用意します。ポリ袋？え、どういうこと？大丈夫、私を信じて。この袋の中に水を 500ml 入れて口を縛ります。まだ使い方がわからない。この袋を 300g のボウルに入れておきます。そして型にクッキングシートを敷いておいてくださいね。え、一旦放置？はい、一旦放置します。続いて明治ブルガリアヨーグルト LB81 プレーンをキッチンペーパーを敷いたザルに入れてください。そして上からさっき放置したポリ袋を入れたボウルを乗せて15分ほど水切りをします。ああ、そういうことね。このボウル何に使うかと思ったらヨーグルトの水切り用なのね。そうなんです、家にあるもので簡単にできますね。ボウルを乗せたら15分ほど放置です。続いて明治ホワイトチョコレートを粗くみじん切りにしていきます。これはお菓子作りにはおなじみの工程だね。そして耐熱ボウルにみじん切りしたチョコレートを入れて湯煎します。耐熱性のゴムヘラで混ぜていきます。混ぜ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 、そして明治ホワイトチョコレートが溶けたら湯煎から外してください。ここに食用着色料を入れてラベンダー色にしていきます。混ぜ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 、それから15分後。はい、先ほど水切りをしたヨーグルトをチョコレートに入れて泡立て器で混ぜていきます。混ぜ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 、さらに溶き卵を数回に分けて入れよくかき混ぜます。混ぜ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 、そして出来上がったものを型に流し込みます。ここでフライパンが登場。まずフライパンにさらしを敷いてください。敷けましたか？そこにさっき混ぜ混ぜしたチョコレートたちを入れます。さらにそこから3センチぐらいまでお湯を注いでいきます。3センチぐらいっていうのは正確に測らなくても大丈夫ですよ。ここにさらしを巻いた蓋をして弱火で15分ほど加熱していきます。それから15分後。はい、出来上がったので火から下ろしてください。そして熱くなくなったらラップをしてください。この状態で冷蔵庫で2時間30分ほど冷やしていきます。それから2時間30分後。だいぶ固まりましたね。こちらを器に盛って仕上げ用に粉砂糖を振ってホワイトチョコレートをスプーンなどで薄く削ってカールさせたもの、さらにクリスタルシュガーを表面にのせます。これで黒川茜のラベンダーフライパンショコラテリーヌの完成です。わあ、食べるのがもったいないぐらい綺麗。そのままずっと眺めていたい。気持ちはわかりますが、せっかく作ったので食べてくださいね。茜はこのテリーヌどうするの？やっぱりアクタンに食べてほしいの？内緒。じゃあ私食べていい？そうだな、どうかな。やっぱ食べてほしい人いるんじゃん。いや、それはどうでしょう。アクタンでしょ。言わないよ。他
他にも愛の果汁グミ入りうさぎフォンダンショコラ、アクアのスターなチョコバーク、ルビーのピエヨン食パンレターサンド、アリマカナの重曹入り白いふわっと果汁グミフォンダンショコラのメニューも公開されています。チョコはとびきりの愛なんだよ。以上、メムチョと黒川茜がお届けしました。バイバーイ。